だね。まあ、今日はハッピーバレンタインということで、恋愛ソング、可愛い恋愛ソング、ラブソングメインで歌っていこうと思ってまーす。あ、途中でね、まあ、歌ね、ポン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 って歌ったり、ちょっとだけ、あのね、話したいことがいっぱいあるので、ちょっと雑談挟んだりもしつつ、歌っていけたらいいなって思ってるので、よかったら、聴いてってねー。なならすなおにキース。まあ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 。反対は？嫌いの反対の反対の。なんかやばい、なんかさ、うやばい、配信久々、なんか初心者感ない？え、大丈夫？ちゃんとできてる私。いや、今日ね、ちゃんとね、トークデッキ用意してきたんだよ。喋りたいことあって。喋っていい？まず何喋ろっかな。実はですね、私が配信をしてない間にですね、なんかね、A ちゃんに暴露されてたっていうね、この話ね。なんかブルームについてのなんかライブのこう何ね、インタビューみたいな、インタビュー記事みたいなのをなんかこう実は投稿がね、されておりまして、まあ、ブルームっていう、このね、ブルーム、ちょっとソングのとこに書くね。ブルームってね、今回、ブルームってん。これね、ブルームっていうね、タイトルなんだけど、これね、まあ、A ちゃんが、このブルームというタイトルには意味がありまして、種、これブルームっていうのは種っていうね、意味なんだけれども、まあ、花咲くホロライブということで、種をね、まあ、こう、花が咲いて、うんたらかんたら、みたいな話をしてる中で、点にも深い意味があるんですよと。これただの点じゃないんですよと。これね、ブルーム、種だからこれ点って。これ、ブルームの種っていうわけじゃないからね、みんな。違うくてね、これにも深い、この、コンマじゃなくて、なんだっけ、これ。これにも深い意味があるんですよっていうね、話をしてて、まあ、これを考えたのは、まあ、アクアさんなんですけどね、ドヤみたいなさ、ことをなんか、インタビューで言われてたんで、これ、ちょっと、ピリオド、そうそう、ピリオド。ピリオドじゃなくて、コンマ、カンマ。そう。ドヤみたいな。この点は種じゃねえんだよ。ちげえよ。なんで種なんだよ、これ。やめてくれ。ブルーム、種。みたいな。やめてくれよ。ちげえよ。意味がある。これね、カンマっていうのは、これね。これ、ピリオド。最初ね、ピリオドだったんだよね、確か。そうそう。なんか、点とか、まあ、こういう、句読点みたいなのって可愛いよね、みたいな感じで。まあ、丸みたいな。ブルーム丸みたいな感じで、まあ、点だったんだけど、これ点だったらなんか終わってる感じしない？みたいな。これ、まあ、ブルーム、種、あ、違う、ごめん。違うわ。種はシードだ。あ、ごめん。咲く。ごめん。そうな。あっちゃん、やっちまったにゃー。やっちまったら、これまた、海外に行きに、バカアクアって言われるやつじゃん。そう、ね。そう、はじめね、ピリオドだったんだけど、これ、こっちの方が、ま、アイドル咲いたら、終わっちゃうじゃん、みたいな意見があって。いや、でも、咲いて、花が咲いて、種を、こう、タンポポとかってさ、こう種を、ふわーって撒いて、で、それが地面に植わってまた新たな花が咲くって意味で、これは続くっていう意味の方がいいんじゃないみたいな感じね、
これかなよ、これかな、始まるのよっていう意味を兼ねて、咲いてもまた芽が出てまた咲くっていう意味を込めて、まあね、ブルーム点っていうねタイトルにしたんだけど、これをさドヤ顔でさ、ちょっと A ちゃんに言われて、ちょっと A ちゃんマジ私のこと好きすぎなんじゃないのこれ、え、これ絶対好きでしょね、みんなどう思う？これ考えたのはアクアさんなんですけどね、ドヤみたいなさ、これ絶対いちゃ私のこと好きすぎって、まあ思ったね、そのインタビューを見ててお休み中にね思いました。あー、これいちゃこれは絶対私のこと好きだわって思ったねことがありました。まあお休み中もね、実はね、でもダンスレッスンとかあって、みんなにね実はねあったんだよ。そう、まあ、この話はまた今度しよっかな。うん、おかえりなさい、ありがとう、すばちょっとありがとうね、あったかいコメントね、ありがとうございます。私はもう泣いてしまいそうや、泣いてしまいそう、ありがとう。ということで続いての曲聴いてください。うん、ゴンゴの方にょんよラララララララ、授業をお願い、待っていて、あれあれあれ、すべてみにくいと、ま、え、まなの？マジでダンスが思い浮かんで仕方がないわね、みんな恋ダンス、みんな踊れる？私恋ダンスマジ踊れるよ、本当に嘘じゃないからね、マジで。うん、踊ってみたらできるよ、マジでマジマジマジ。ガッキーのさ恋ダンス見て私ずっとね踊ってたもん、マジマジマジ。キレはちょっと保証しないけど、いや踊れるよ、マジマジマジ。3D でやって、いつかね、いつかいつか、いや踊れるよマジで、うん、見たい。いつかな、いつかね。ということでね、ちょっと話したいこと、トークデッキちょっと次使っちゃおう。トークデッキ使ってもいい？何話そうかな。あ、ホログラ、ホロライブ公式でホログラっていうなんか短編アニメみたいなのが投稿されてるんだけど、それにね、もう5億年ぶりに出ました。5億年ぶりに、うん、ぜひね、見てください。でね、もう一個ね、あるね、もう一個、D4DJ っていうゲームね、そう、ゲームね、コラボさせていただいたんですよ、いただいております、現在、Now で。D4DJ、D4DJ っていうね、音ゲーだね、音ゲー。うん。で、まあ、コラボしたんだけど、ちょっと待って、聞いて、じゃ本当に聞いてほしいことがあって、アクアイロパレットがね、そう、私のオリ曲のアクアイロパレットが収録されてるんだけど、じゃ本当に聞いてほしいことがあんの。で、今回、まあ、曲も収録されてて、まあ、それとは別で、ストーリーモードが、そう、イベントでストーリーモードがね、そう、あ、そう、昨日ね、イオフィーがやってくれたんだよ。CEO、社長、アクアのアクアイロパレットフルコンするって、そう、やってくれたんだよ。イオフィー、ありがとうね、イオフィー。マジでフルコンしてたよね。私もちょっと見てたんだけどさ。ね。いや、ありがとう、嬉しい、マジで。イオフィー私のこと好きすぎ？もしかして。え？え？まさかの？まさかの？あ、そういう、あ、え？いやー困るな、マジで。え？愛されすぎちゃって困ってますね。え？みんな私のこと好きすぎなんだけど、マジで。え？なんか、返答に困った時とか、なんかちょっと心ないこと言われた時。うん、そういう時は、みんな私のこと好きすぎって言ったらマジ全部解決するから。うん。なんか、ブスとか、
か言われた時にみんな私のこと好きすぎって言ったら全部解決するから、ね、こう入らせてこういやで、そうで、あの D4DJ のね、まあ、ストーリーモード、イベントストーリーモードで、まあ、私がね、今回出てるんですよ。そう、出てんだけども、本当に聞いてほしいの。じゃ、マジでこれ、本当に怒ってます。ミナとアクア怒ってます。いや、なんか、その、イベントの本編で、まあ、D4DJ のキャラクターの子がね、まあ、私の、なんか生放送を見て、こんな子なんだみたいな感じでこう、まあ見るっていうのがあるんだけど、なんか本編でなんか私のなんか体重BMI がいじられてるっていう私の BMI と身長を計算すると体重がわかるよねみたいな感じでいじられてんだけど、これどういうことマジでD4DJ さん、すいません、怒ってんのよマジでマジで、そうまあ可愛いから許すキャラクターが可愛いから許すということでねD4DJ のマジで気になった人やってみてください次の曲歌おうかな。もらえてるかなスマイスイーンシスターサディスティックボールステージスズとシャム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 スーパーガールウィーアースティレー IQ5000 通りの前メンバーシップ限定で、1年越しのバレンタインボイスをあげまーす。イエーイなのか、イエーイなのか。いやマジで私ボイスとかそういうのめっちゃさこっぱずかしくて苦手なんだけど頑張って、やめてくれマジで。ああちょ、みんなメンバーシップ登録しないで、しなくていい、しなくていい、しなくていい、やめてください。マジで本当に私マジでボイスとかほん苦手なの。マジでこういうの本当なんかこっぱずかしい、恥ずかしいじゃん。だって何マジで、ちょっとあの聞かないでください、忘れてください。ね、まあね、メンバーシップ限定なんで、あのメンバーシップじゃない人はね、ごめんなさい、聞けない、ごめんねみんなまあでもね、入った人はね、聞いて黙っててください黙っててください。感想とかつらつらツイッターとかに書かないでください。フリじゃないからなマジで、フリじゃないか、書くなよ、書くな、書くんじゃねえぞ、フリじゃないからなマジで恥ずかしいんだよ本当に。うん、ラスバレンタインということでね、そう、かわいい曲メインで歌ってみましたけども、どうだった、楽しかった、楽しかったなら私も嬉しいです。皆さんね、今日はね、どうだったでございましょうか。ちょっとね、まあね、いろんなこともありまして、まあいろんなこととかってね、まあまあね、落ち込むことがございまして、あーもうつらい、もう本当にマジでと思って、まあいろいろね、ちょっとね、落ち込むことプラス、ダダダダダダってちょっといろんなことがあって、うわーって、そう、あったんだけども、まあね、ちょっとね、みんなのね、リプライとかをね、見てました。そう、見てたんですよ、ツイッターのね、リプライを。でね、もうマジでね、もう泣いちゃって。泣いちゃって、マジで。そうそう、マジ泣いちゃって。で、明日も配信するよって。まあ、バレンタインだし、やっぱり、みんな、寂しがってるかなって思って。え、みんな寂しかった？寂しかった、寂しがってるかなって思ってまあちょっと今日
配信できて本当にね、良かったなってね、思ってますけどもね、まあ明日配信っていうツイートをした時に、マジでみんなさ、あったかく迎えてくれて本当にありがとう。マジで、まあ本当に、まあそれでまた泣いちまってよ。あかんなと思って、もう最近はほんまにね、涙もろくて、もうずーっと、もうここ最近もう本当にひどいすぐ泣いちゃうんですけど。いやね、でもね、こうやってみんな寂しいよって言ってくれて嬉しかったし、うん。で、元気出たよって言ってくれて本当に嬉しかったです。嬉しかったです。まあね、まだね、ちょっと大変なことは続くんですけれども、まあね、まあライブもあるしね、ライブももう近いし、あれなんですけども、まあね、自分のペースでね、みんなにね、喜んでもらえたらいいなって思ってるし、まあ、自分のペースで、こう、体調を崩さずに、こう、無理せずに、やっていけたらいいなって思ってるよ。ありがとうね、みんな。ほんまにありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、最後は、まあ、こんな曲で、終わりたいと思います。よいしょ。じゃあね、まあ、リボ DJ もありますし、まあ、ライブもね、ありますし、じゃあ、お腹ペコペコになりながら、最後の曲歌います。アクア色パレット、あ、待って、カシ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 。Google 先生が歌詞出してくれ。よし。聞いてください。みんなに届け。あ、うん。それじゃあ聞いてください。みんなに届け。アクアロパレット。何をしても不器用で、何かとミスしてばっか。大すき焼き、じゃんじゃんじゃじゃん。大すき焼き、じゃんじゃんじゃじゃん。大すき焼き、じゃんじゃんじゃじゃん。絶対に、絶対に。